どうもこんにちは、ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回は意外と知らない iCloud の使い方と活用法についてご紹介したいと思います。今回内容としては、まずその iCloud、 元々言えばクラウドサービスとは何かとか仕組みを理解した上で、じゃあ何ができて実際どういう風に、まあ、iPhone とか MacBook、iPad で活用できるかっていう部分まで解説したいと思います。なので今日の動画を見ていただくとですね、なるほどそういうことかっていう感じで iCloud を活用できてすっきりすると思うので、最後まで見ていただければ幸いです。では早速いきましょう。まずそもそもですね、 iCloud ってなんだよって話なんですけども、 iCloud っていうのは Apple が提供するクラウドサービスっていうものの一つってあります。まあ、なんだそれみたいな、雲屋台の綿飴かよみたいな、まあ、見た目なんですけども、クラウドサービスってですね、わかりやすく言うと、まあ、インターネット上にですねデータを置いておける、まあ倉庫のようなものと思ってもらえばいいと思います。例えばね、 iPhone とかの MacBook にデータですね、画像だったり動画って入ってると思うんですが、これって実際その本体 iPhone とかなくしちゃうと、なくなっちゃうじゃないですか。 iPhone と一緒に思い出がその一瞬で消えてしまうみたいな、それじゃいけないんで、まあ、iPhone の本体以外の場所にデータとか置いておいた方がいいんじゃないか。じゃあ毎回その物理的になんか挿して取り出すのって面倒なので、せっかくそのインターネットってものがあるんだから、インターネット上に置いとけばいいじゃんっていう考え方ですね。まあその厳密に言えば Apple の、まあ、データセンター、サーバーとかになるんですけど、なんでインターネットさえあればすぐに取り出せる倉庫であると。まさに現実世界でいう貸し倉庫と同じ考え方だと思いませんか。というのがクラウドサービスというものになります。で、その iCloud っていうのは Apple が提供するクラウドサービス。なんでその Apple ユーザー向け、Apple 製品を使う方向けの、まあ、倉庫と思ってもらえばいいですね。とりあえずここまでクラウドサービスの、まあ、概要というか、まあ、倉庫っていうことは分かってもらえたと思いますので、今回はちょっと iCloud についてね、もうちょっと詳しく説明していきたいと思います。Apple の提供する、ね、iCloud って、じゃあ何ができるのかっていう話なんですけど、iCloud の機能はざっくり言うと2つ、まあ、結構いろいろあるんですけども、まあ、1個はそのさっき言った倉庫としてのデータ保存ですね、場所として使うっていう機能と、もう一つが探す位置の確認の機能になります。 iPhone を例えばどっか落としちゃって探せる、まあ、GPS とかで確認できる機能ですね。今回データ保存っていうところがほとんど占めるんで、 iCloud というかクラウドサービスの、まあ、そっちについて説明したいんですけども、 iCloud もそうなんですけど、クラウドサービスのまあ基本的なその考え方は同期という考え方、同期ですね。同級生のことじゃないですよ。その同期ではなく、近いっちゃ近いけど、まあ、この iCloud の場合だと同期っていうのは、デバイス間で、どのデバイスでも同じ状態で使うようにできるってことです。まあ、これどういうことかっていうと、まあ、iCloud っていうですね、設定をオンにしていただくと、まあ、例えば iPhone 上で写真を消すじゃないですか。そしたら Mac の方の写真も消えます。まあ、パソコンの方、あとまあ iPad もあれば iPod も消えるし、これでなんでかっていうと、同期っていう考え方に基づいてるからです。で、どれを見ても同じような状態にされるからですね。この同期っていう仕組みを結構理解してないと、あれみたいな、結構混乱するんですよね。で、例えばその、まあ、逆にその MacBook で、ああ、写真いらねえなと思って消すじゃないですか。そしたら iPhone の方でも消えてるんですよ。これなんでないのみたいな。これなんで同期するからですね、同じ状態にするから。厳密に言うとその Mac で消したやつが、まあ、iCloud でも上でも消えて、それが iCloud から iPhone に行って、それが消されるっていう、まあ、基本的な順序なんですけども、まあ、これが結構 iCloud を陥りやすい落とし穴です。ただここは設定ですね。設定で、iCloud で、まあ、同期するかしないっていうのが好きなように変えれるので、例えばその iPhone で消しても Mac の方で消えないようにするとか、まあ、iPad の方でも消えないようにするみたいなっていうのはできるので、ちょっとそちら辺の詳しい設定方法についてこれから解説していきたいと思います。iPhone の方で解説したいと思います。まずですね、設定アプリを開いていただきたいんですけども、で一番上に名前がありますので、この名前のところを押しますと。で、この下に iCloud、iCloud と探すっていうところですね。この上の iCloud っていうのが、ここがデータ保存の方。で、下のこの探すっていうのが、その iPhone を探す。まあ、なくした時とかに GPS で探せる機能になります。で、この探すっていうのは、ちなみにですね、これオンにしておいた方がいいですね。まあ、なくした時に探せなくなっちゃうので。で、全部基本これ位置情報共有とかもオンでいいと思います。で、今度この iCloud っていうところを押して、まず一番上にですね、iCloud のこの容量っていうのが、ありまして、まあ、これどれぐらいデータをここに預けれるか、まあ、倉庫の容量ですね。で、一応皆さんの場合は5ギガ、一応最初5ギガ無料で使えるんですけども、この場合だと50ギガのプランを月額でお金払って使っておりますので、50になってます。まあ、なんでね、このプランとかを使っているっていうのも、後々ちょっと説明するので、まあ、ちょっと一旦待っていただいて、で、一応アプリとかがね、この下の方に並んでいるんですけども、基本的にこの容量とか圧迫するっていうのは写真とか、
なると思うんで、ちょっとそちらをね、まあ、よく聞かれる写真のその iCloud への、まあ、保存方法というか、バックアップについてちょっと見ていきたいと思います。一番上の写真っていうところですね、押して開いていただいて、まあ、3つあるんですけども、まあ、上から iCloud 写真、My Photo Stream、共有アルバムですね。このまあ3つがありまして、一個一個ちょっと説明していきます。で、この iCloud 写真っていうのを、まずオンに、するとですね、iCloud 上ですね、つまりその倉庫の方に、まあ、自動的に写真が行くようになりますと。で、また自分のね、持ってるデバイスですね、他の Apple 製品、MacBook とか、まあ、iPad の方にも、行くようになります。ただ、そっちの端末の方でも iCloud 写真っていうのをオンにしておく必要がありますね。まあ、なので、例えば Mac でも見たいなら、その Mac の iCloud 写真の方の設定をオンにしていただくと感じになりますね。で、必要ないならオフにしておく。そして同期されないので。なんで、まあ、さっきも言ったようにですね、まあ、iCloud 写真を他の端末でもオンにしておくと、例えばその iPhone で写真を消すと、Mac の方でも消えちゃうので、そこはちょっと注意ですね。で、この下の次が、My Photo Stream、真ん中のやつなんですけども、これ一応オンにするとですね、これ何かっていうと、オンにすると、まあ、Wi-Fi が繋がっている環境で、最近の、30日間分の写真だけ、保存されます。なので、古い写真は消されていく、どんどん消されていくんで、iCloud の、保存とはまたね、別になります。注意が必要ですね。ただね、ちょっとこれ、いい点もあって、My Photo Stream の写真は iCloud の容量を食わないので、そういうメリットっていうか、まあ、ちょっと裏技的なところはあります。ただ一応、これ、静止画、動画は保存できないので、保存可能な写真っていうのも最大、まあ一応1000枚っていう、まあほぼないみたいなもんなんですけど、これ。まあ制限はあるんですけど、保険みたいな感じで一時保存っていうイメージでいいと思います。ただこれバックアップできてるっていう意味ではないので、そこはちょっと注意が必要です。これ最後の共有アルバムっていうところなんですけども、LINE とかでね、写真をですね、グループ、LINE のグループとかで共有するときに、アルバム機能ってあるじゃないですか。あれと、まあ、同じですね。ただですね、Android の人とかはね、もちろん、Apple のサービスなんで、共有できなかったり、使ってみたりしたんですけど、ちょっと使いづらいんですよ、これ。詳しいね、説明今回省くんですけども、こっちもね、iCloud の裏技的なとこで言うと、この共有アルバムに入れた写真っていうのも、iCloud の容量、食わないです。まあ、なので、ほぼ、まあ、無制限で使えてしまうっていう。ですね、なんでお金を使うとその iCloud を使いたいみたいなんだったら、この共有アルバム活用するのがいいと思います。戻ってもらって、で他のアプリね、このオンとかオフがあるんですけども、これちなみにオンにしておくと、iCloud 上に上がるので、例えばその Mac とか iPad とかもオンになってると、同期されます。同じ状態でまあ使えるってことです。いくつか、まあ僕いくつかそのメモでね、結構 Mac で書いたやつとかを、まあすぐ、結構すぐ同期されるんですけど、書いたやつを iPhone で、ね、こう見ながら、まあ、こういう動画とかで喋ったりとか、あるんで、まあ、これ便利なんですけども、これも逆に言うと、さっきもね、これ結構何回も言ってますけど、iPhone で消すと、これ同期されるんで、Mac と iPad の方でも消えちゃう。なんで端末別で管理したいなら、これもオフに使えば、まあ、同期されないので、まあ、iCloud、まあ、同期されないというか、その iCloud 上にね、上がっていかないので、iCloud 経由でね、iCloud 行って、そこから別の端末に同期されるっていう仕組みなんで、ただこれ基本的にオンにしていた方がおすすめですね。なんでかってなくした時に、例えば iPhone をね、今、ブーンってこれがぶっ壊れて、なくなっちゃった時に、すぐその倉庫ですね、iCloud の方からデータがここに入れれるんですよ。なんでかその iCloud 上にデータがあるから。要するにバックアップになるんで、まあこれオンにしておくのがおすすめですね。ちなみに、そのこうキーチェーンから上、キーチェーンってところですね。iCloud バックアップのキーチェーンから上は、そのモバイルデータ通信って言って普通のなんだっけ、ソフトバンクとか au とか普通に Wi-Fi じゃない環境でもバックアップを取ってくれます。まあ iCloud 上に上げてくれるんですよ。ただね、ここは結構重要なポイントなんですけども、じゃ逆に言うとその iCloud バックアップっていうのは、これ Wi-Fi に繋がってないとバックアップ取れてないっていうことになります。iCloud バックアップっていうのは、その要するに iPhone のこのデータ自体の全部のバックアップみたいな。はい、で、この iCloud バックアップっていうところを開くと、まあこういう感じで、今Wi-Fi 繋がってるから、まあバックアップを作成って出てるんですけども、これね、下に結構重要なことを書いてあるんですよ。これ何かっていうとですね、このバックアップ取る条件が書いてあって、充電された状態で、画面がロックされて Wi-Fi に繋がってれば、自動的にバックアップを取ってくれるっていうものなんですけども、まあ、これ普通に自分で取る分には大丈夫なんだけど、Wi-Fi ネットワークに接続する必要がありますってこう出てますけど、これなんで消えたんだろう。繋がってるのに。これね、結構僕が iCloud に月額料金を、まあ、払ってる理由にもなるんですけども、まあ、よくあるのはそのバックアップが全然最近取れてないよみたいな警告が出てくることってないですかね。結構あると思うんですけどね。無料で使ってる方だと。iPhone の容量とかって考えてみてほしいんですけど、まあ、64とか僕の場合だと、まあ、256とかもありますよね。明らかなんで足りてねえぞと。まあ、言うたらその倉庫、めちゃめちゃ倉庫ちっちゃいのに預ける
クソでかい家電とかね、の家具とかをこう入れようとしてるみたいな。無理みたいな。じゃあまあどうするのっていうところなんですけども、まあ、僕の場合だとその、まあ、50ギガ、さっき言ったあの容量のとこですね。50ギガ一番上の50ギガで月額契約しまして、これ月額130円ですよ。まあ缶コーヒー1本ぐらいってよく言われるんですけど、これなんでね、契約してるかっていうとですね、バックアップ、さっきのバックアップの話あったじゃないですか。アイクラウドバックアップ。これ充電されてる状態でロックされて Wi-Fi に接続されていれば、勝手に毎日バックアップ取ってくれるんですよ。容量さえちゃんとあればということは、毎日寝てる間に勝手に取ってくるんですよ。これつまりこの iPhone が今バーンでなんかふっとんでいっても、その iCloud 上にデータはあるんで、新しい iPhone 買って iCloud からこうデータを呼べばすぐ元通りになるんですよ。中身結構良くないですか。しかもそれが月それを130円でその安心が買えると思ったら結構安いなと思って、だって1日130円だから1日もう 4,5 円とかですよ。割る30とかすると。という意味で僕は契約します。ストレージ管理っていうところですね、一番上の。プランがね、他にもありまして、ストレージプランの変更っていうところ上、変更できるんですけども、これまあ50ギガが多分一番安いプランですね。出てきた。他、選択したら200ギガと、まあ、2テラっていうのがあるんですけども、おすすめは50ですけどね、50で足りるなら。で、足りなそうだったら多分200とかにした方がいいかなっていうところで、200の方だと、いいのがですね、このファミリーと共有可能みたいな書いてあるんですけど、50ギガとできないんですけど、200ギガと2テラのプランだと、他の人と、例えば2人で例えばそのプランを2人で割るみたいな、自分と、例えば奥さんで100ギガずつ使うとか、まあ、家族4人で50ギガで使う、50ギガずつ使うとか、まあ、そういう使い方ができるので、まあ、そういう使い方もありかなと思います。その iCloud のね、結構ストレージが結構圧迫してる場合で、まあ、ちょっと開けたいな、容量をね、ちょっと軽くしたいなと思ったら、大体多いのが、このバックアップ、一番上のバックアップ、これも 37.6 ギガ。もうこれ中身がね、見えるんですけども、何に使ってるかっていうのを。このバックアップってところで、多分昔の、もし撮ってたら古いやつとか、結構あったりするんですよ。消したりするっていうのは手かなと思います。で、まあさらに言うと、この iPhone、例えばここを押すとですね、40ギガか、結構ありますね。このバックアップするデータを選択っていうところがあるんですけども、まあもちろんこの VSCO 4ギガを撮ってるんだろう、まあ、ファイルとか、このアプリによってまあどういうのを、例えばバックアップするかしないかっていうのが、選択できるんで、まあ例えばこう Twitter をオフにして削除するとか、はできるんで、まあそういうので細かく設定するのもありだと思います。で、まあちょっとこれね、いろいろ試してみてはいかがでしょうか。ちょっと分かりづらいことがあればですね、気軽にコメントをしていただければと思います。またこういうことも知りたいってあれば、そちらも動画にできたらしたいな、みたいな。基本的にコメント全部返しますので、よろしくお願いします。で、こちらのチャンネルではですね、こういったね、IT、初心者の方でも IT リテラシー上げるようなね、動画だったり、生活の質とか効率上げるような家電とかね、ガジェット紹介してますので、もし動画がね、少しでも役に立ったと思いましたら、まあグッドボタンだったり、チャンネル登録お願いいたします。はい、SNS のね、フォローの方もね、最新情報を受け取りやすくなると思いますので、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。